青森市青葉三丁目に所在する中高一貫の私立中学校、高等学校。サッカー、卓球、硬式野球、バドミントン、自転車競技、柔道、新体操などの部活動が全国レベルの活躍をしており、多くのスポーツ選手を輩出している。経営者の学校法人青森山田学園は、青森山、田中学校、青森山田高等学校のほか 青森大学、青森ヘアアーティスト専門学校、幼稚園を経営している。青森山田高等学校には、以下の家庭、学科がある。青森山、田中学校には、以下のコースがある。サッカー部は、1970年に創部。1989年に、田口光久が監督に就任した頃から教科が、始まり、1991年には、 全国高等学校サッカー選手権大会と全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会の全国大会に初出場を果たした。1995年に当時25歳の黒田剛志が監督に就任すると当時のグラウンドはまだラグビー部と共用の人工芝であったが雪国青森のハンデを逆手に取り雪の上での練習と 筋力トレーニングを兼ねた雪かきを練習に取り入れるなどして強化を進め、1996年以降の選手権には毎年出場する強豪校となった。高窓の宮杯 JFAU-18 サッカーリーグではトップチームが最上位カテゴリーのプレミアリーグに在籍するほか、東北地方の強豪校が戦うプリンスリーグ。 東北にセカンドチームが参戦している。2016年シーズンには、高窓の宮俳優 -18 サッカーリーグ2016、プレミアリーグと、第95回全国高等学校サッカー選手権大会で、共に優勝、ユース世代2冠を達成している。中学校は2012年に、全国大会で優勝し、2014年から2017年に、 かけて4連覇を達成している。タイトル青森山田高校卓球部は、総監督を吉田康夫が務め、全国高等学校総合体育、大会卓球競技大会で、男子団体が17回、女子団体が4回全国優勝するなどの実績を残した。このほか国民体育大会卓球競技、全国高等学校選抜卓球大会、 全日本卓球選手権大会でも実績を残した。出身者には水谷ジュニア松平健太、福原愛、庭幸喜などがいる。2015年度で強化が休止された。青森山田高校公式野球部は全国高等学校野球選手権大会に11回、選抜高等学校野球大会に2回出場、明治神宮野球大会に1回出場している。 1982年の創部以来、39年間で36回の団体全国優勝、17回の個人全国優勝の実績を持つ、各国の全国リーグに所属したウィキペディアに記事のある選手のみ、卒業年順、ありがとうございます。